どうもこんにちは、おっさんゲームズです。スーパーマリオフューリーワールド猫社員集め、今日もやっていきたいと思います。今日はロングスライダーの猫社員集めやっていきたいと思います。先に言っておきます、今日あんまり綺麗には撮れないと、猫社員集められないと思います。まず猫社員チップ集めていきます。はい、これで1枚目いこう。こういうねスライダーをうまく積んでいって、猫社員を集めていくというふうな形になっております。で、私うまくないので、こんなふうにすでにもうミスってしまってるんですよ。まあ下手な人もね、猫社員チップコンプリートできるよという、そういうふうに、希望を持たせるというふうな、動画になれば、なれればいいかなっていうふうに思ってます。下手でもなんとかなるというふうに思ってください。ここで、あー取れなかった、ごめんなさい、やり直します。はい、やり直してきました。もう一度、これで取れるか、取れた。はい、1枚目の猫社員ゲットです。を飛ばします。で、2枚目の猫社員がこちらです。はい、こう飛ばします。で、次のギガベルのところ、ここはなんか遺跡のギガベルっていうのかな、あ、すいません、それよりも先にフューリーキッパが現れそうなので、フューリークッパにまつわる猫社員ゲットしてみたいと思います。ここにフューリークッパの炎でしか壊せないブロックがあります。こいつを、まあ、クッパに壊してもらって、猫社員をゲットしてみたいと思います。というわけでしばしばします。はい、来た、あそこにいますね。はい、こいつの陰に隠れましょう。で、このブロックを壊してもらう、炎で、はい、壊して、はい、壊してくれたと。で、猫社員をゲット。はい、遺跡のギャベルですね。これが出てからまたスタート地点に戻ります。はい、戻ってきた。で、もう一度行くと、なスイッチが、これですね、新しいスイッチが現れるんで、これを踏む。はい、そうすると時間内に青コインを取ってくださいという形になります。これがね、またまた難しい。あ、ほら、もう間違ったすいません、もう一回、うまくいくまで編集でカット。はい、再チャレンジです。実は 4,5 回やってます。さあ頑張ろう。これ上手い人って一発やっちゃうんですよね。それが羨ましい。よしよしよし、こんな時に限って勘弁してくれよ。いけ、よしよしよし、オッケー、これで猫社員ゲットです。はい、これでスタート地にまた戻ります。こんな時に限ってフューリークッパー、はい、現れた。さあ行くぜ、逃げっぜ。おい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 、怖い怖い。はい、はい、スタッフに戻ります。はい、戻ると、あ、やっぱりこの檻のようなところがありますね。鍵を探しに行きましょうか。で、はい、こんな状況でも冷静に行くぜ。はい、ここ鍵穴ありますね。はい、鍵探しに行きます。おお、怖い。レッツゴー。
お、こんな状況でも私は負けない。おっと、おう、こちらいくか。はい、はい、くっぱさってきました。バイスキックします。特に本編とは関係ないので、本編というか今の目的とは関係ないので、で、鍵についてなんですけれども、はい、ここです。で、ここで鍵をゲット。で、檻のところに戻ってあります。で、ここ蜂が現れるんですけれども、気にする必要はないです。まっすぐ行きましょう。大概当たらない。で、戻るとですね、こんな風にね、足場があるんですよ。これを登っていく。お、これちょっと難しいかな。あ、ごめんなさい、やっぱ出てきた。大丈夫で、登っていきます。で、ここトゲトゲなんで端を行きます。はい、檻のところまで持ってきました。で、鍵穴に鍵を入れると社員がゲットできました。はい、ネクシャインコンプリートです。ちょっと見苦しいことところを、見せてしまいましたけれども、一応コンプリートできたので今日は以上としたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回。